か？味噌汁が好きな人、コーンスープが好きな人。私は味噌汁が好きなんですけど、最後まで飲むのが苦手で、そんな時にコンビニにある海苔のスープに出会いました。その時に作った歌を歌います。僕の好きな海苔のりスープ、君の好きな海苔のりスープ、コンソメわかめ海苔マッシュルーム、僕はやっぱり海苔のりスープ。私は普段高齢者の方の介護のお仕事をしているんですけれども、その時にある一人のおばあちゃんが窓の外を見て、今日は空が遠くなったねと言いました。その時が、
ちょうど数年前の今くらいの季節で、夏の空がどんどん遠くなって澄み切っていって、今日は暑いんですけど、だんだん秋になった時の空をおばあちゃんはそうやって言ってました。そのおばあちゃんは今元気でいるかわかんないんですけど、その人のことを思って作った歌を最後にやります。青木秋という歌です。ニンニクチャーハンズでした。普段は2人でもっと激しい曲もやっています。よかったらツイッターとかでチェックしてみてください。今日はありがとうございました。